今日はトレビスとマッシュルームのマリネ作っていきたいと思います。まずはボウルに白ワインビネガー大さじ1、塩2つまみぐらい、はい、レモン汁小さじ1/2、はい、オリーブオイルを少しずつ入れて、よく混ぜていきます。これがマリネ液になります。これでトレビスとマッシュルームですぐ食べてサラダでもいいんですが、しっかりと味を染み込ませて今日はマリネにしていきます。マッシュルーム石突きを取ってスライスしていきます。スライスのは分厚いところと薄いところ、まちまちの方がなんか食感がいろいろ楽しめて、味わいも楽しめていいかと思います。トレビス手で適当にちぎっていきます。トレビス大好きであるとついつい買ってしまうんですが、結局冷蔵庫で寝たりしているので、最後はこのようにしてマリネにしておくといつでも食べられるので、ワインのおつまみにもいいので作っておきます。はい、これでよく混ぜて冷蔵庫で 2,3 時間何度かかき回せながら冷やしていきます。はい、お皿に盛って最後に黒胡椒を振って完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録高評価コメントもぜひよろしくお願いいたします。